今ロールよ、バイトしたくなってきた。キッチン、ズズズズキッチンにいる。ズズバイト終わった。ズズということで本日、役職の説明していきます。まあ、昨日の、なんだっけ、ニジパラとほぼ同じと思ってください。猫かぼちゃ1、忍者1、シェリフ2、ライター1、ジャッカル1、サイドキックあり、その他は、クルー、通常クルーメイトとなります。メタルギア知らない人たくさんいらっしゃると思いますので、メタルギア知らない人のための番長のアーの例え言います。てね、なんか、うん。はい。かたーいうんこ。おいおい、それでは、1戦目いきたいと思います。いやー、わー、草やー、草だ、草だ。わ草だ。わさわさー、わさわさー。草だー、わさわさー。その辺に生えてる草、わさー。わさわさわさ、環境破壊し、わさ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 、これどうしたらいいんだこれ。ジジ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 、はい、ということでね、また昼が始まりましたけどもね、さあ、今日のゲストはですね、はい、今日のゲストはですね、はい、シャボスケくんになります。はい、よろしくお願いします。はい、シャボスケくんですね。はい、あ、よろしくお願いします。ストリーマーとして活動しているシャボスケと申します。はい、ということでね、ストリーマーということで活動してるというわけですね。なんかゲームなんかをやられてるというわけで。あ、そうなんですよ、はい、YouTube というところで、はい、ゲームの実況をやらせていただいてます。はい、あ、本当ですか。ちょっとよくわからないですけどね。ということで、今日は、今日はありがとうございました。次回は、布袋寅泰さんが来てくださいます。僕だと、布袋さんめちゃくちゃ豪華やな。お前、すごい。ボタン押せねえわ、もうこれ。はい、ということでね、今回ですね、布袋寅泰さんが来てくださいます。はい。じゃあ、はい、布袋寅泰さん改めてね。はい、ポンズ寅泰さんが来てくださったということでね。はい。あ、見たかったやつだ。聞きながら。テーマソング弾いてる。テーマソング弾いてるわ。すごいサービス調整だ。あ、はい。全然よろしくお願いします。ちょっとね、滑舌が悪くてよくわからない。ちょっと前までさ、10秒以上前にいた。あれ？のちさんと一緒にいなかったっけ？のちさん、のちさん。いたいた。のちさん。はい、番長何でしょう？僕、カメラ見てるんですけど。はい？古典的な言い方しちゃった。聞こえますか？あれ？番長？聞こえますか？あ、聞こえますか？せこいな、急に。せっこ、のちょっと待って。恥ずかしくないんかい。やべ、出せ。ちょっとめちゃくちゃ出せ。ベタクル更新します。うわ、すげえ出せ。このうちに考えとくや、絶対。このうちに、このうちに考えとくや。しかも更新マークつかへんし、ベタクル。ちなみに、更新してないんだって。ちなみに、のちさん、うるせのグッズっていつ発売でしたっけ？はい。ん？うるせのグッズっていつ発売でしたっけ？あ、うるせのグッズは朝発売です。はい。あ、さっき、マヨネキと一緒に金庫にいました？ん？なんて？あれ？出た、また、出た、ここでまた湧いてるね。ポンズも。出た。出た。キメロティックカオスキャッチャー。はぁ？はい、高校発展ね。なんじゃそれ。は？はい、激オープンプースティックファイヤービームとんでもです。ははー、激オコスティックファイナリティ、激オコスティックファイナリティ、激オコスティックファイヤ
棒に、棒にも通り、犬にも棒にも当たる。激おこスティック、激おこスティック、犬にも棒に、犬も棒に当たる。すいません。歩けばね。キャラスティック、ポンコツ、スーパードリーム。激おこスティックファイナリアリティプンプンドリームでしょ。激おこスティックファイナリティコニコスコニコスコスコンスコンボンボンドリーム。なんだそりゃ。激おこ起こす起こす起こスティック起こスティックポイント。激おこ激おこファイヤースティックおこブンブン丸。いや違う違う違う。スティックのりファイナリアリティプンプンドリーム。正解言ってたやつだおい。おい正解言ってたやつだおい。ねえ貞子いいやっとらっこあいやっととこらしょえ奇跡のダウンロードをお見せしましょう。殴るなんて親父にもぶたれたことないのに。マジ？本当？シャリフです。本当に？シャリフです。信じるよ。あ、え、じゃあ先輩は。もう一回来てほしいな、今の。何もう一回来てほしいな、今の。もう一周してこへんから。なんだろう、今の。何もう一回来てほしいな。タイミングが、タイミング完璧すぎた、今のは。何何があったのだからもうこの曲聴いたらもう、もう体が。ダメだ。あ、もうこの曲聴いたらもう、タスクができない、俺には。ダメだ。止めてくれ。一旦ちょっとリアクター出そう。リアクター出そう。リアクター出そう。リアクター出したい。これか、うるさいやつ。リアクター出そう。ちょっとずずちょっと右行ってずずサイドキックおい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 流すだけ流しといてちゃんとプレイはちゃんとしてほしいですね。流すのこれもしかして一応全力でやってみる。違う、このステップ、このステップで行くの二人で行ってる。心でアルバイト最終盤面でも流すのかい。バニラの宣伝かやなやっぱり。癖になるな。バイトしたくなってきた。ズズズズズズバイト終わった。ズズズズ上にいる上にいる。それがズズバイトなんですね。オッケーオッケーオッケー。ズズさん的に何年だったらまあまあいいですけど。じゃあ、じゃあ番長とやる？じゃあ。あ、番長さんとでもいいですけど別に。え、どういうこと？なんか頑張ってくれたし。僕が何を？俺、え、ちょっとどういうこと？いや、もう、俺は、もう、あの、次の社長で頑張っていく。僕はもう降りるんで。降りるつれえ、じゃあ、ズズさんは、うん、あ、じゃあ、社長は、切らないで、はい、切られに行くっていう認識ですか？ああ、そうそう、じゃあ、番長を釣って、一対一やる？クラムくんじゃあ。あ、そう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 。俺つ、くぐくぐうそだろ。クビですね、現時点で。クビノーコンテストが決まりましたね。番長のクビ。なんでそうなんだよ。なんでそうなんだよ。
ズズ、ポップアップ開催決定。